これは、驚いた、ホワイトボールの中身、こんな、基地が隠されていたなんて、きっと、レイヤーさんは、ここに閉じ込められて、いるんだ、早く、助け出しに行きましょう。なんだ、この、迷路は、早く、抜け出さなくちゃ。わあ、敵が攻撃してきた。戦わなくちゃ。
やっと、ラジオが、解けました。やっつけたい星人の記憶を、すべて読み取ったんです。彼らは、バグノン星人、遠い、外宇宙から来た異星人、なのです。バグノン星人は異星星人で、次々と、星を侵略し、ついには、この、ホワイトホールの中に、密かに基地を作り、私たちの未来都市、エスペランスを。そして、最後には、ラジャー、地球王を狙っていたようです。記憶を吸い取った、バグノン星人の、都市がまだ若いので、確かな情報ではありませんが、その昔、バグノン星人の、侵略で、滅ぼされた、星の中に、メキウース、という星があったそうです。この星の住民、メキウース人は、バグノン星人の、弱点を知っていたのですが、気づいた時には、バグノン星人の、攻撃を受け、全滅して、しまったと思われていました。ところが、その中の数人が、なんと、地球に逃れ着いていたのです。そして、おののかないでください。なんと、レイヤーさんが、その生き残ったメキウース人の血を受け継いでいるのです。もう、何億年も前の記憶を持っているとは思えませんが、バグノン星人にしてみれば、自分たちの弱点を私たちに知られては大変だ、ということで、レイヤーさんを連れ去ってしまったようです。さあ、早く行きましょう。レイヤーさんの命が危ない。